ですね、私トコプ未来の上沢香織と申します。初めての方、何度もおいでいただいている方、本当にありがとうございます。今回はオープン記念展第3弾ということで、今2個を引いていただいた陣隆博さんの展覧会を今今日から開催しております。でそれとその関連企画といたしまして、陣さんは美術家であり演奏家であるということで、今日と最終日にこのようなライブをさせていただくことになりました。で今日のパートナーといいますか、一緒にセッションしてくださる方も含めてご紹介しますね。羽賀信明さんでございます。はい、こんにちは、どうも。長野ですかね、どうぞと申します。はい、よろしくお願いいたします。今、長野県は千曲市の土口というところに来ておりますけども、はい、で今、ライブが終わりました。はい、まずは自己紹介を。自己紹介、はい、羽賀信明と申します。さん、神奈川県の方に住んでおりまして、横浜ですね。活動も割と横浜、関東、東京圏内とかで、まあ、ジャズピアノのようなのいろんな音楽中心としていろんな音楽をやって活動しているんですが、最近はちょっと日本とか民族的なこう音楽とかの好みがあって、こうサムエを着てですね、こう来たりとかそういう。これは何か意味があるんですか？何年か前から和風の日本のバンドを始めて、ピアノと忍笛とかそういうやつですね、和太鼓。先ほどなんかジャズが得意というような。得意、あ、そうね、まあ、ジャズ研究会みたいな大学で入って、ジャズが好きでジャズピアニストになろうと。でジャズも弾きますけれども。あ、そうですか、うん、音楽大学ですか？音大じゃないですね。ではなくて、うん、あ、じゃあ本当に趣味っていうかサークル活動の一環として始めたんですね。そう、サークル活動。うん、そう。でもなんかね、飽き足らず一つのジャンルがあまりこう留まれないというか、いろいろな好奇心に優先にして活動しようかなっていうのがここ最近の私の気持ちで、今日のような例えばジンさんの2個みたいな、一緒に演奏したりアレンジしたり、そういうことが楽しいと今感じてやってるんですけど。アレンジもやるんですか？うん、今日もね、了承という曲とか、一応こうどうしたら2個と楽しく美しい独特の世界ができるかなと考えていろいろ作ってみたんですけどね。ピアノとこう2個ってこうなかなか結びつかないもんですけども、うん、そうでしょう。その辺はなぜこう結びついたんでしょうか？そうですね、まず私が普通のピアノの音楽のアプローチと違うところでやってみたいという気持ちで、いろんなものに関心を持っているということがありまして、はいはい、2個もですね、まあ、そのうちの一つで出会った感じですね。で最初はでもね、2個というよりジンさんそのものに興味があって、はいはいはい、彼はそのこだわりのなさと、それからジャンルとかそういうものにすごく軽い付き合いというんですかね、風通しが良くて、と彼がいつも遊んでるように生きてるところがちょっと新鮮で、それが直接その芸術とか表現につながってるところが大変に興味を持って接近していって、でいつの間にか2個を聴くようになっていたと、そういうことですけどね。最初会った時は普通のなんか別に取り立てて面白いと思わないなと彼のこと思ってたんですけど、深く知るにつれてその
独特のなんていうのかね、うん、自由さというか魅力がこうありますね。ありますか。どうです、今日やってみて感想は。はい、はい、非常に楽しく、ただちょっと緊張した、まあ、ね。花さんの方が年上なんですよね。そうですね、20ぐらい年上。あ、そうです。やっぱそうかなと思ったんですけど。あ、そうです。ただね、全然そういう年齢差を感じないというか、うん、同じ感じですね、どうもね。じゃあ花さんのノリも良さもあるんじゃないですか。良いですかね、私、はいはい、さっきのマイクのやり取りなんかなかなか楽しかったんですけど、ずずしいんじゃないですかね、多分ずずしくなっちゃった、僕はね、うん、私もあんまりそういうのが得意じゃないと思ってるんですけど、うん、人前に出るとか、うん、なんかちょっとやっぱりいつの間かそういう風になってしまうんですね、うんうん、そのピアノは、うん、こう、まあ花さんにとってどういう、こう存在なんでしょうか、ね、はい、あ、まあね、ちょっと言い方は変ですけどね、はい、排泄行為だってジンさんが言ってたのね。そうですか、うん、まあ、変な話ですけどね、うん、そういう出さないと死んじゃうというか、ってことは勝手に出てくるんですよね、はあはあ、でこれはね、分かったのはですね、コロナで分かったんですけれども、はい、コロナの前はジャズピアノの仕事とかいろいろやってたんですけど、はいはい、そういうこと、いくつかレストランとかね、うんうん、じゃなくなったらね、やっぱり自分で弾き始めてどっかで表現する場所を自分で探し始めたんですよね、うん、SNS だったりとか、はいはいはい、で定期的にこう人に聞いてもらうっていう行為が、うん、私にとってそう結構生きるために大事なのってことがコロナで分かったと思います。発表すると緊張しますよね。あ、そういうこともあるのかな。 そういう緊張じゃなくて、うん、まあもちろん緊張はね、当然喜ぶべきことじゃないかとは思いますし、整うしね、下手なことはしないというか、そういう意味で、そうそう、まあ緊張のこともありますが、今日はどうですか。今日ねだそうね、自分自身のそういう排泄って言っちゃいましたけど、そういうことはできたかというと、間違いなくできましたけども、もうちょっとこう整う、また次回かなっていう気持ちが今あります。じゃあ一人で演奏したんではダメなんだね、うん、ダメダメ。ね、ジンさんの魅力は本当にね、柔らかくて自由なところ、うん、私まだ二胡奏者とあまり共演したことはありませんけど、はいはいはい、少なくともジンさんの歌心とか呼吸がとても自由だし、あと合わせてくださる、自在に、すごい、うん、今日はちょっとなんかふざけたことが原因か知らんけど、ちょっとずれちゃったとこあったけど、うん、そのまま自由なんですよ、気持ちが良い、一緒にやって、はい、ちょっとお茶目なとこですね。そう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 、お茶目なとこは、まあ、合わせてくださってるんですかね、分かんないですけど、うん、うん、今後はどんな風にやっていこうと思ってるんでしょうか、うん、あ、まあ、今日のように、はい、私個人の話ですか、まあ、私個人としてはいろんなジャンル、今も2個の人とやりましたけど、はい、また多分来週は別の忍びの人とやるとか、なるほどなるほど、うん、その次の日は普通にジャズやってたりとか、来週は普通のジャズを野毛で多分やりますけど、そういう常にこう移動して変わって、その日ごと違うような活動ができたらいいかなって思いますね。ジンさんとはどうでしょう。うん、ジンさんとは今日やはりとても一皮むけた、ますますジンさんの中身を一つ知ったというか、今後は本当に楽しみです、うん、次はどんな風にアプローチしたら面白いかなっていうのが今日すごく見えました、はい、ぜひ夢に向かって、ありがとうございます、頑張っていただきたいと思います、ありがとうございます、今日はお疲れ様でした、はい、お疲れ様でございます、ありがとうございました、ありがとうございます、はい、こんにちは。こんにちは。長野インターネットスクープと申します。よろしくお願いします。今、ここで、ライブが終わりました。そこで今、二胡奏者の、ジンさんに来ていただきました。すみません、自己紹介お願いします。はい、あ、ありがとうございます。はじめまして、二胡奏者ではないのかな。いろんなアート活動しているジン高博と申します。ジン高博さん。はい。いろんなことをやってらっしゃるんですね。そうですね、まあ、今日は二胡を演奏するものとして、はい、ライブやっておりますけれども、今回の会場 の, オーナーの上澤さんのご自宅の、はい、ギャラリーにて作品の展示、その作品も絵だったり、あとは自作楽器だったり、うん、そういうものをちょっと展開しております。あ、まあ、本当に今って現代美術というか、その
ジャンルの垣根が結構もう合ってないようなものっていう認識で、まあ、僕はそう思ってるんですけど、だからその身の回りにあるものをこう引っ張り出して組み合わせて、それ寄せ集めで、あ、これ作品じゃんってなったら、それは何だろうって逆に僕が思います。なんか、うん、まあ、学生時代は主に美術を専攻されてたってお聞きしたんですけど、はい、そうですね、あ、そうです、そうです。こういう音楽を やろうとした理由は何かあったんでしょうか。あ、そうですね、ルースとしてはあの、うん、美術も音楽も触れるのは早かったというか、あの美術、絵を描くのは小さい頃から好きで、まあ、やっていたというか、うんうん、で音楽はあの僕の父が2個演奏していたので。あ、そうなんだ。あ、そうです。じゃあもうちっちゃい時から2個やってたんですね。まあ、ちっちゃい時からっていうと、あれなんですけど、英才みたいな感じじゃなくて、はい、まあ、僕はもう好き勝手にあの触ったり弾いたりやらなかったり、 あとは違う楽器やったりとか、はいはいはい、まあ、本当に笛を吹いたりとか、まあ、楽器全般がまあそのうち好きになったという感じで、まあ、それぞれやっていたという感じですね。まあ、自由な発想っていうのがあるというふうに先ほどね、はい、原さんの方からもお聞きしたんですけど、うん、すごくその辺、うん、まあ、今の作ってる作品にこう反映するようなことって何かあるんですか。あ、そうですね、まあ、あの絵とはこうあるべきだとか、ある油絵はこうだとか、その決まったものでこうはめようとしてくる力に対してはすごいこう嫌悪感というか抵抗があって、うん、まあ、まずそこから出ようみたいなところから、うんうん、考えちゃいますね。普通に考えるとなんか芸術やってる方って、うん、とってもこうこだわりがあってなんかこういうもんだっていうような、そうですね、信念があるようなふうにも思っちゃうんですけども、あ、それはですね、あの多分こう自分に嘘ついちゃいけないんですよ。正直にこうだっていうものを嘘ついてこうなんか繕ったりとかしないようにっていうのが多分そういう態度に出てるんじゃないかなってなんとなく思いますね。そして今あの、うん、ピアノと一緒にこう2個を演奏していただいたんですけども、はい、一緒にやっておられたあの、はい、浜さん、はい、うん、どんな出会いだったんでしょうか。あ、そうですね、浜さんとでは、まあ、3年くらい前からなんですけど、はい、あの実はあの2人で一緒にやるのは初めてで、え、今日今回ですね。あ、そうです、そうです。あ、そうですか。はい、息が合ってましたよねそうですね、なんか、まあ、マガさんもね、なかなかあのやり手というか、その人本当にうまいんですよ。あの人と合わせたり空気を読んだりとかが、なんですごい助けられてるんですけど、まあ、であの最初は僕はあのお寺、神奈川のあるお寺で年越しライブをやってるんですけど、あの大晦日の時外ですごい寒い中で、そこであのご一緒してるんです。でその時はあの羽賀さんが所属している和楽器ジャズバンドっていうので、あの篠笛、ピアノ、和太鼓、ドラム、そのグループと僕とそこのお寺の副住職さんがギター弾いてっていう、この5人でやってるんですけど、まあ、そこで何年か一緒にやって、まあ、年1回2回の出会いだったんですけど、あ、会う感じだったんですけど、その今回だんだんこういずれ一緒にやりましょうよみたいなことをおみそかに会った時に話していて、まあ、それがやっと叶ってきたっていうのが最近ですね。じゃあずっと前から一緒にやろうというお話だったんですね、うん、あ、そうですね、興味がありましたね、うん、お互いに。どうですか、やってみて。いや、もうこれはすごいあの入り込めたなっていう感じがしました。その阿川さんとのセッションで、そのすごくしっくりくるし、これからすごい深めていけそうな仲だなというか、ぜひ今後ともよろしくお願いしますと言いたくなるあの感じですね。先ほどね、うん、あの羽賀さんにもお話聞いたんですけども、はい、やっぱ私に本当に合わせてくれて助かってるんですよなんて おっしゃってたんですよだから、ね、今だからお互いそう思ってるんだなっていうのを今発見したんですけどとりあえずね、両思いですね。両思いですねいやいや、これからが楽しみですが、いやー、ありがとうございます、はい、これから、まあ、2人一緒っていうことも、まあ、多々あると思うんですけれども、はい、ジンさんにとってこれからどういうふうにやっていこうと思ってでしょうか、はい、あ、これからですね、僕自身は、まあ、その自分の作るもの、やってるものとかを、うん、まあ、今すごいバラバラで出すことが多いので、うん、こう力、自分の中で力を合わせて結集していって、うん、
統合というか、これやったらもうこれが私の仕事だみたいなところを作っていきつつ、っていう、まあ抽象的に語るとそんな感じなんですけど、まあ一つやり方としては、楽器を作りで自作の曲を自分で演奏してそれを録音して CD を作りでその CD のジャケットも自分で書くっていう、まあそうグッと一つになったらちょっと気持ちいいかなっていう、まあ、野望はあります、ね。まあ、今後、まあ、今言ったらこう夢みたいなものをこう実現するために何を変えようと思います、うん、何を変える、あでも具体的なことで言ったらあのアトリエがあったらいいなっていう、うん、あ今あの実家でやってるんですよね、はいはい、あの家族がいる中でやってるとやっぱあの工具の音とか楽器の音とかあとはあの木の粉とか、うん、あとはまあ塗料とかも飛び散るしこのままやってるとちょっと家がすごい汚くなってしまうなって思ったりやりづらいなって思ったりすることもあるので音が出せる汚くできるアトリエっていうのがもしあったらいいなっていう、うん、なるほど今ちょっと探したりとかしてるんですけど、ぜひあの、夢に向かって、はい頑張っていただきたいと思います。はい、ありがとうございます。今日はお疲れ様でした。はい、ありがとうございます。お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございます。